今一旦コート姿で行きましょうか。はいはい、最高。今日のポイントは、はい、今日のコーディネートのポイントお願いします。ポイント、オールブラック。オールブラックの時は素材違いの、うん、黒を合わせるように意識しております、うん、いいね、はい、かわいい。サテンのツルツルとニットと、うん、ウールのコート。このサテンのスカート、はい、素敵、ありがとうございます。先生これ好きだよね。好き、はい、個人的に推し、推し、推しスカート、推しスカート、はい、2連セットになってたシンプルな方をつけてるんですけど、うん、これは イヤーパピオネっていうイヤーパピオネブランドのセレクトショップのものです、はい、ネックレスの中に着てる透けてるのは、うん、皆さんご存知、うん、マメクロゴーチとユニクロのコラボのやつ、ユニクロで販売してたやつです。コラボもあるんだ。そうそうそう、透けてるの入れてます。これも異素材、ブラック入れてます。人差し指はね、先生にのみの市で買ってもらったやつ、のみの市じゃないや、違うね、アクセサリーショップで買ってもらったやつ。そう、ね、マレでね。そう、マレ地区、うん、あと結婚指輪、うん、婚約指輪じゃん、うん、でこっちの右手はノート小島だったかな、名前をちょっとど忘れしたけど多分そうだと。ノート小島、はい、はい、はい、小指はマリハですね、うん、で今日ブレスレットもマリハこれもマリハです。はい、はい、ない、ない以上。素敵。今日ピアスをし忘れたのでこれで以上です。素敵です。エモ2人、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。帰りましょう。はい、帰りましょう。はい、お疲れ様でした。気持ちいいですよね。気持ちいい。しかも今日暖かくてよかったね。暖かいよね今日、うん、こちら丹沢の山々ですね。ファッション紹介で山を撮ってる人はあんまいない。あんまいない、ね、今日は何しに。今日は旦那さんのご実家に伺います、はい、これから、はい、新年のご挨拶に伺います。そうですね、はい、明けましておめでとうございます。なのでちょっときれいめにしようと思って、はい、着たかったジャケットがあってちょっと羽織ってみたんですけど、うん、ちょっと意外とフォーマルになりすぎてしまったので。そうだね、この万能カーディガンに変えました。万能カーディに変更、はい、とスカート、いつも着てるやつやん、はい、車の中にダウンがありますね、はい、車の中にダウンが
てみようか。ダウン着てみようか、うん、そうだね、そうしよう。ダウン着たバージョンですね。ダウン着たバージョン、なかなか抜くそうで可愛いんですよ、このちょっとマットな。ダウンはどちらなんですか。トゥデイフルです。トゥデイフルのダウン、はい。色違い買おうか悩んだぐらい好き。お尻も隠れるしさ、暖かいんです。しかもここがさ、ちょっとマイクがガサガサってなるけどさ、ここ上まで止められるんです。あ、 そうです、ね、そうすると マフラーがいらないという感じです。という感じ。これが冬のファッション。そう、今日は暖かいからね、うん、なんか薄手だけど、はいはい。私の実家に行くということで、ええ、ちょっとゆるっとカジュアル系にしました。しました。これはまた相変わらずのバッカのニットセーター。これ可愛いのがさ、うん、脱がないとわからんよ。たわみね。これが可愛い。たわんたわんしてね。たわんたわん。何年か前のバッカのやつです。お気に入り。お気に入り。超お気に入り。いいね。この色なかなか私珍しいんです。渋いよね。はい。にいつものパンツで、パンツスタイル。これ今着てるんでしょ。ここは茶室に来ました。茶室に来ました。はい、まあ、私の地元の公園の、はい、公園の茶室に来ましたね、茶室に来ましたね、はい。梅があります。梅があります。取ってますね。皆さん梅持って帰る もらえるあれがあるんだね。もらえる。いや、黙って持って帰ってんじゃん。え、嘘、ね、絶対持って帰れるあれがあるんだ。ちょっと見てみよう俺は、うん。あ、鳥さんいるよ、あそこに。どこ。上。上。鳥さんいますね、うん、いい感じ撮れてる。うんうん。発表してください。もう透けて見えております。ダカ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 ダダン。何、大吉。マジ大吉、うん、すごいじゃん。やったー、やりましたね。初心に帰り励めば万事順調に叶えられましたって。素晴らしい。素晴らしい。やりましたね。やりました。私もちょっと見ようかな。うん、開け、持っててあげようか。チラ見もしてない。じゃあ開いてあげようか。でるるるるるるるじゃーん。お、大吉。夫婦揃って大の吉でございます。先生、読んで差し上げましょうか。あ、お願いいたします。できるだけ身を減り下り何事にをも我を張らないで協調の心を持てば幸運祥福の大運勢です。だってやったぜ。何、朝な朝な東の空に昇る日を拝み三千草木自然の恩恵に感謝の心を捧げ身を慎みましょう。だって。あ、でも いつもやってることと一緒やね。いや、でも一緒じゃないよ。減り下って、そう、我を張らないで協調の心を持てば私減り下ってませんか。幸運祥福の大運勢でもそれをやれば大否定してきましたけど今違う違う、それをやれば大運勢ですから、はい、大運勢っていい、すごくない。私ありがたいな、やったぜ。願望吉運ですが叶わぬことありご祈念しましょう。家庭の乱、うん、団らんの家庭に神の恵みありいい子が育ちましょう。お、私の言っていい、はい、妻は夫を、夫は妻を大切にせよ幸運が来る。よし、やっぱお互い大切にしないといけないですね。もうちょっと全力で守りたいと思います。お、ありがとう。私もあなたを支えます。ありがとうございます、はい。妻第一、妻ファーストの生活で。ありがとう。事業は？事業、
迷わず本業に専念しなさい。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもうやっぱり転職してきっちりしたね。そうですね、本業に専念いたします。転居は転機転居日を選んで移ればよし。よしよしです。私もよし、ささ触りなし進めよなので大丈夫ですね。我々吉報ですな。いいですな。どちらも大吉ですし、やりましたね。めっちゃいいね。解説。解説。なんだろう、今日は映画デートだったので、うん、ちょっと綺麗めパンツ。平日着られないつなぎを着ました。つなぎを。これはパリでも新婚旅行でも。ルックブックとしてはなかなか出してなかった。そうですね。結婚式の布探し。布をこれから見に行くんですよね。はい、渋谷に来ました。渋谷にある布屋さんで。布屋さん。ちょっとどんな感じか。ね、いいのがあるといいね。はい。はい。じゃあ今日のコーデ終了。終了。どうです？恥ずかしいです。恥ずかしいです。渋谷っていうことが、はい、とても恥ずかしいです。そう、はい、撮ってる人が多いから逆に。いやー、さすがにモデルじゃないんでね。うん、ということで今日のファッション撮影は非常に特殊な、今日のポイントはありますか？ポイントはですね、はい、ちょっと仕事で着られない白いスカート、うん、白いスカート、白いサテンスカートに最近買ったお気に入りのザラで買った、セーターを合わせました。セーターを合わせました、はい、ちょっとグレーと白っていう組み合わせがあんまり普段あんまりしないので、しないので新鮮な感じです。全身のことを語ってるのに絵は上しか上しか見えないので、はいはい、先生それ古着、私はちょっと古着で、かわいい、かわいいトップス、ニットポロみたいな、ニットポロかわいいね。かわいいでしょ。今流行りだけどさ、流行りなの？そう、そうなの。流行りだけど、そのゆるっと感と、ゆるっと感とね、しっかりとした襟が、おいで古着ってすごいいいよね。いいよね、かわいいよね。かわいい、いいな。ちょっと私が出張ということが周り急いでファッション撮影でした。はい、恐れ入ります。恐れ入ります。はい、召し上がってください。これが冬のファッションの最後ですね。最後です。最近はだからウェディングの準備やらで
なかなか取れる機会がないのでね。忙しいよね。忙しいね。すごい忙しい。新しい仕事も始めて、はい、意外と残業も多いと配信するものに少し困っております。困っております。皆さん何か希望があるこれから多分ウェディング中心の動画を上げることになるので、うんうん、楽しみにっていう感じで、次回は多分、次回はもしかしたら節分かもしれないな。また地味なこと、ちょっと我々がねどんなウェディングするのかみたいなことをこれからは発信していくと思うので、ちょっとお待ちいただければと思います。ありがとうございます。いつもというのファッションショーでした。はい。